を開きます。内閣提出公立義務教育小学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。この際お諮りいたします。本案審査のため本日政府参考人として内閣府公益認定等委員会事務局長清水正弘君、文部科学省大臣官房文教施設企画防災部長山崎正夫君、総合教育政策局長吉本博史君、初等中等教育局長滝本豊君、初等中等教育局教育課程総括官串田利美君、高等教育局長博井義則君及びスポーツ庁次長藤江陽子君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。菊田真紀